ヨハンゼバスティアンバッハ没後200年記念にあたってスピーチするマイヤー1982年のベルリン作曲家会議でのマイヤーマイヤーの墓エルンスト・ヘルマン・マイヤーはドイツの作曲家、音楽学者ベルリン出身6歳でピアノを11歳より作曲を始めた一旦銀行員として働いたが1926年より ハイデルベルク大学で音楽を学び、1930年に17世紀、北ドイツの作曲家による室内楽曲の研究で博士号を取得した。さらにハンス・アイスラーに作曲を指示し、またベルリンでパウル・ヒンデミットとマックス・ブティングに学んだ。この頃にドイツ共産党に入党し、労働者が師匠団の指揮や闘争歌の作曲を行った。共産主義者でユダヤ人だったため、 ナチスの迫害を避けて1933年にイギリスに移住した。イギリスでは17世紀イギリスの室内楽曲を研究し、アランブッシュと知り合って労働者教育協会で抗議した。1939年にはベッドフォード大学の講師となり、1945年からはキングスカレッジの客員教授に迎えられた。1948年、 ドイツ民主共和国に帰国した。ベルリン大学の音楽学教授、東ドイツ作曲家連盟議長を務め、ドイツヘンデル協会会長として、ハレでヘンデルフェスティバルを毎年開催した。作品には2つの公共曲、還元楽曲、室内楽曲、オペラ、オラトリオがある。また音楽学者として、イギリスの古学に関する著書も残している。彼の作品は、 マルクスレーニン主義の理想を情熱的に歌い上げるもので、また、唯物主観に基づく音楽学を提唱し、東ドイツの音楽文化に大きな影響を与えた。ありがとうございます。